はい、どうも、ルルシでございます。本日はですね、私に対する質問を募集したんですけども、そちらに答えていきたいと思います。大変お待たせいたしました。はい、本当はね、5月中にあげたかったんですけども、ちょっと6月になってしまいましたが、その代わりにちょっと多めに答えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、早速行きましょう。いつも見ています。応援しています。中学生、高校生の部活は何ですか？私は剣道部です。はい、ありがとうございます。いつも見ていただいて。私、高校生と中学生は、部活ではずっと吹奏楽部でした。ずっとトランペットを吹いてました。で、高校の途中からはなんか知らないんですけど、バンドの方に行っちゃいました。なんかバンドブームだったんですよね。私の、その高校生の世代の時に。ちょうどね、バンプとか、エルレとか、あとはラッドウィンプスとかがすごい流行ってて、バンドブームだったので、ちょっとバンドが流行ってて、そっちにちょっと行ったんですけど、それまではずっと吹奏楽でトランペット吹いてました。はい。剣道、いいですね。かっこいいと思います。はい、頑張ってください、部活。ルルシさんが思うモンストでかっこいいキャラ、かわいいキャラ教えてください。パズドラも。はい、この質問結構多かったんですよ。モンストとパズドラの好きなキャラクターを教えてくださいっていう質問が結構多かったんですけど、こちらにちょっとまとめて答えたいと思います。はい。モンストの場合は、ビジュアル、完璧にビジュアルだけでいくと、ウェルフェゴールちゃんがすごく好きで、可愛いの。可愛くない？あんまり使う場面が少ないんですけども、意外と優秀なんですよ。ホーミング、結構強力なホーミングと、あと水属性キラーでアンチワープ持ちなので、なんか使えるクエストではすごい活躍するので結構好きで、あと見た目もねすごい可愛くて好きなんですけど、あとは、コルセアちゃん、私見た目で言うとダントツコルセアちゃんが好きかな。金髪でちょっとミリタリーチックなセクシーな衣装、たまらなく好きでございます。ちょっとかっこかわいいっていうか、かっこセクシー、かっこよくてセクシーな感じの女性が好きなので、コルセアちゃんすごく好きなんです。はい。で、パズドラは、まあ、愛着で言うと、ずっと使ってるとかで言うと、ホルスさんにすごくお世話になってきたので、ホルスさんがちょっと愛着で言うとすごい焼き鳥って言われてるけど、ホルスは、愛着があります。で、見た目とかで言うと、やっぱり女の子のね、イズイズとか、可愛いキャラが好きなんですけど、まあ、愛着で言ったらホルスがナンバーワンかな。今はちょっとユーナちゃんをよく使ってるんですけども、もうね、火力をしちゃうとね、ホルスの16倍、ん ?16 倍うん。がさ、ちょっと霞んできちゃうんだけど。まあまあまあ、でもお世話になったことに変わりないから愛着はあります。はい。いろいろ考えたけど、今日が締め切り、学ブルー。ってことで質問します。今後ルルシに会えるようなイベントありますか？一目でいいから生ルルシを拝みたいと思いまして、笑い。はい、ありがとうございます。ですね。まあ、ね、そういう皆さんにお会いできる機会があれば私も嬉しいんですけど、なかなかね、機会作れないんですけども。まあ、でも今後、そういうイベントだったりとかがあるときは、私が、出るイベントとかがあれば、必ずお知らせしますので、その時はぜひ、会いに来てください。お待ちしております。ポジティブ？ネガティブ？ポジティブに見せかけたネガティブです。おすすめのアニメを教えてください。はい、この質問もね、前回も結構来てたんですけども、こちら好きなアニメ、私最近ね、最近好きなのが、まあ、古いんですけど、夏目友人帳とかが結構最近好きですね。なんだろう、癒されるんだよね、なんか。癒しを求めてる方にはぜひおすすめです。夏目友人帳。まあ、あとは元祖で、私が大好きなブラックラグーンとかね。あとは、まあ、ハガレン、ナルト。あとはね、いっぱいあるんだよ。サイコパスも好きだし。あとは、広角機動隊とかも好きだし。あとは、東のエデンとかね。あ、ちょっとマイナーなアニメも結構好きで見たりする。東のエデンすごいおすすめ。あと、すべてが F になるとか。ちょっと、ミステリアスな感じが好きであれば、すべてが F になる。東のエデンは結構、おすすめかな。結構短くまとまってて終わるんですけども、ね、すごく私は好きですね。好きなアーティストは誰ですか？はい、好きなアーティストは、バンドで言うと、バンプオブチキン、
エルレガーデンと、あとはエルレガーデンのボーカルのね、細見さんが今バンドをやっている、モノアイズだったりとか、あとは、まあ、ラッドインプスだったりがバンドは好きですかね。うん。あとファクトだったりとかも好きです。あとは全体的に洋楽も好きですね。 EDM って言われるねエデムとかみんな言ってるけどEDM って言われるものだったりとか、これから夏だしね、グッドアゲアゲな感じも好きです、もちろん。あとはもう洋楽のあの R&B だったりとかのあのボーカルさんも好きです。最近はフィフスハーモニーっていう女性のグループがすごく好きでハマっております。あとは男性ボーカルで、洋楽で好きなのはジェイソン・デルーロって方がいるんですけど、が好きですね。すごくダンスも素晴らしいし、あの声も私結構好きです。切ない感じの声が好きなので、ジェイソン・デルーロさんすごく好きでございます。はい、ねえルールし、こっち向いて。ルルシさんの得意料理は何ですか？はい、得意料理は、スイーツですとシフォンケーキが得意でございます。私の母がすごいずっと作ってくれてて、ちっちゃい頃から。で、そのレシピを私が教えてもらって、で、結構作るんですけども、お年寄りからちっちゃい子まで、柔らかいので、誰でも食べれるし、なんだろう、好き嫌いがあまり、ないんですね。なんか、シフォンケーキ嫌だって言われたことあんまないので、なので結構お祝い事だったりとか、誕生日とかにね、作ってあげたりとかします。あとは、料理ですと、カレールーを使わないカレー。いわゆるインドカレーとか、ああいうスパイシーなカレーを作るのがちょっと得意でございますね。で、普通のカレーだとルーがね、バターの塊なので、まあ、体に悪いとかそういうこと言いたくないんですけども、美味しいからいいんですけどね。うん、ただ結構脂質が多いので、それを使わないでね、うん、小麦粉も使わないで、カレーを作れるので結構好評でございます。はい、でデンネとの出会いは、はい、私とこの子でデンネとの出会いはまあゲーセンでございます。はい、ゲーセンでございます。ゲーセンでこの子を見つけて、いや取らねば、か連れて帰ってくれと言っているって感じになってで、まあ取りました。でも私ね、多分500円ぐらいで取ったと思う、この子。ごめん、500円とか言って出るな。お前もっと高いよな。な。はい、これからもこの子とね、元気に、仲良くやりたいと思います。ゲームはやらないのですが、ルルシさんのお菓子レポやバッグの中身動画が好きで何度も見てます。そういった動画も期待してます。いや、ありがとうございます。多分女の子かな。嬉しいでございます。はい。あと、多分、ゲームをやらない方でも楽しめるような動画っていうのは今後もちょいちょい上げていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。こんばんは、好きなスポーツ何ですか？はい、好きなスポーツはまさに、スノーボードでございます。はい。私は、フリースタイルじゃなくてアルペンボードというスノーボードが好きで乗っております。はい。で、ね、また来シーズン、頑張って練習してもっと上手くなりたいです。はい。好きなマウンテンゴリラとその理由、果てはゴリラについての思い出を教えてください。使ってるシャンプー何ですか？私はシャンプーずっとハホニコというブランドのシャンプーを使ってます。ネットとかで買えるんですけど、シャンプーだけでも、トリートメント使わなくても、結構潤いのあるシャンプーなので、とてもおすすめです。心霊体験ある？はい、心霊体験ございます。はい。心霊体験って言っていいのか分かんないんですけども、まあ前に住んでいた、一人暮らしで住んでいたお家で結構かなり頻繁に、金縛り、似合うことが多くて、意識はあるんだけど体が全く動かない、息ができないっていう、すっごい苦しいんですよ。私の場合は、黒い影がね、こう首をこうやってやってくるんですよ。めっちゃ怖くて、ほんと声も出ないし、助けを呼びたくて声も出ないから、もう息もできないんですよ、ほんと、閉められてるから。その、金縛りをよくあって、あとは、夜、台所から、ペタペタ、なんか歩く音みたいのが聞こえて、その家では。絶対なんかある。私あんまし、なんだろう、
霊感っていうんですか、それないんですけど、私でさえそれを感じたから絶対なんかあると思って、私の死ぬ体験はこんな感じです。真面目な質問です。ドラえもんになるにはどうしたらいいでしょうか。まずはウエスト100センチになってみましょう。やっぱりルルシュのツインテール配信見たいです。これをな、こうしてこうじゃ、ガチャを回したい。でも魔法石がない時ってどうすればいいですか。これをこうしてこうじゃ。ルルシュは今後の目標は、人生論を。はい、今後の目標、まあ、一つは YouTube のチャンネル登録を10万人突破すること。はい。もう私あんまりね、この数字を目標にして、頑張るってことをしたことがないので、ね、ここは、現実的に、数字で目標を決めて頑張りたいと思ってます。はい。で、あとはね、また皆さんと、こう、交流できる場を作りたいっていうのも目標ですし、あと人生論。難しいね。結構この年になってくると、まあ、周りも結婚しだすし、なんかその幸せについてとかどう思うとかね、聞かれるんですけど、結構。まあ、幸せって、なんだろう、自分のね、心が決めるもんなので、自分が健康で健全じゃないと、幸せってどんなにね、いい環境にいても感じられないと思うんで、その幸せをね、ちょっとしたことでも幸せって感じられるね、自分でいたいとは思ってます。はい。じゃあ、美味しいもの食べて幸せだなとか、あ、今日天気がいいな、幸せだなとか、なんかちょっとしたことでね、幸せって感じられる、うん、心でいたいです。はい。はい、最後は真面目にまとめてみたいよ。見たよ。はい、今回ね、たくさん質問していただいてありがとうございます。まだ採用されなかったっていう方も、今後またこういう場を設けていきたいと思ってますので、懲りずにいっぱい質問してくれたら嬉しいでございます。はい。ではね、これからもルルシュをよろしくお願いいたします。あと、こちらの質問コーナーが遅くなって大変申し訳ございませんでした。では、また次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。